サミュエル・ルイス・ネスティコは、アメリカの作曲家、アレンジャー。ビッグバンド向けの曲を600曲以上手掛けている。17歳で、サミー・ネスティコは、ABC のラジオ放送局、ホッキー・ピッツバーグのためのスタッフ編曲者になる。彼は、デュケイン大学から、音楽教育での BS を受け取る。ノース・テキサス州は、さらに百七十八年、百七十九年、 および1980年に特別の音楽賞を彼に送った。教育者として彼はウェスティングハウス記念高校での音楽プログラムがジョージア大学アテネで作成する。1980年サミーはスタッフ編曲者としてワシントン DC でアメリカ空軍バンドに加わる。空軍との彼の15年の任期に続き彼はケネリとジョンソン政権の間に 重要な司法と議会の社会機能のために上演したホワイトハウスオーケストラのチーフ編曲者及び指揮者を務めてワシントンにアメリカ船舶バンドと参加した。1970年と1984年の間はカウントベーシーオーケストラのための作曲家、編曲者として数々の歴史的名作を発表。また彼は20世紀フォックス、ユニバーサル、 パラマウント、ワーナーブラザーズ、MGM 及び、コロンビアのために、主な映画スタジオ録音を還元落用に編曲した。さらに、芸術家フィル・コリンズ、バーブ・ラ・ストライ・サンド、ナタリー・コール、フランク・シナトラ、ビング・クロスビー、サラ・ボーン、パティ・オースティン、ナンシー・ウィルソン、ピアザ・ドーラ、ポール・アンカ、パッド・ブーン、ロニー・ミルサップ、ダニエル・ロドリゲスのアルバムに関わり、 名作として、アルバムを残す。編曲者として、ジュリー・アンドリュース、ジョージ・バーンス、ジーン・ケリー、マーブ・グリフィン、メアリー・タイラー・ムーア、ゴールデホーン、グラミー賞、トゥナイト賞、ペリー・コモ、トニー・テニール、ライザ・ミネリ、ボブ・ホープなどさらに多くの芸術家スペシャルのために書いた。また、アメリカ空軍バンドは、賞を称えるサミーネ・ネスティコとタイトルを付けられた年1回の、 ショープログラムを開催する。彼は、アズマック及び場によって尊敬されており、1998から1999に、ジョージア大学の音楽部教授を歴任。1993年に公表された彼のスコアは、現在4カ国語で翻訳され世界の至るところで演奏される。彼の教育分野で公表された約600曲のスコアはアメリカのみならず、世界中で、 ジャズ音楽の聖典として演奏される。2006年合衆国政府は、米国議会図書館に、ネスティコ氏の全作品を収蔵することを決定し、その膨大な作品群は永久に国家により、保存されることとなった。ありがとうございます。